お米とっても美味しいんですよ。本当に美味しい。超大好きで、もうお取り寄せする
ありがとう。
まだ大丈夫ですよ。ありがとうございます。あのお話をさせていただきたいと思いますけれども、皆さん大きな拍手よろしくお願いいたします。ありがとうございました。そうですね、まゆみちゃんはもう我々も二十何年も一緒にね、昔から知り合いでございます。25周年昨年迎えられてね、もう本当にまだまだ変わらないね。またありがとうございます。長女、次女、三女。長女、次女、三女。そういうこと。じゃあ、私が産ま、産んだお部屋、グランマザー、無駄オーバーの学校を育てたお部屋で行こうかなと思ってますけども、3名で活動してるということなんですけれども、今の県外の方にもよく行かれたりともしますよね。はい、そうですね。で、青森県フェアということで、青森にはまだ行ってない。青森県に私たち行ったんです。行ったの。行きました。スコップジャミセンも経験あり、ねぶたも館にも行きまして、ねぶたも引いた写真も撮ってきました。それ以来だから青森のお公米が大好きになって、だからさっき知事と仲良く晴天の霹靂にお米がありません。知事があの T シャツ着てたんだけど、あの同じ毎日知事知り合いなの？私たち青森県フェアで出させていただいて、3年目を迎えまして、それで毎回ご挨拶させていただきまして、だからもうニキヤがね、まゆみちゃん後々の沖縄県知事になってるんじゃないかなみたいな話をしてたんだけどね。よし、そこ言う気持ちも。じゃあ3年前にじゃあ青森の方にもお伺いして、もしかしたら青森の詳しいはずよ、いろんなのねぶたも引いたとか、なんとか言ったとか、ね、スコップ三味線がもうとっても印象的で、ちょうど資格取りました。資格スコップ三味線賞認定賞もらいました。ちょっと落ち着いて日本語で喋って喋って一人ずつ喋ろう。スコップ三味線のとコラボしたんですよね。そうですね。てっきり知事がふざけてると思ってたんですけど、全然ふざけてないよね。音楽なんです。楽器としてちゃんとやってて、3人とも認定証をいただきまして、沖縄にはあんなのないの？ないですよね。なんかスコップをこんな叩いたりとか、あれ素晴らしいんです。スコップじゃないですか。ジーンときます。私こうやって手をこんなやっただけでお腹かいてるように見えるんですけど、なんか三線弾いてるようにも見えるっていう。もう本当に弾いて歌ってるように感じるんですよ。なれます。エアギターみたいな感じでね、音が出るからね。カチ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 。それを一斉にみんなでやるので、もう最高にもう。ちょっと待って、みんなで？みんなでやるんですよ。スコップを持ってる人が何十名もいるの？います。そうです。すごい音です。だから。やりました。でも決してうるさくない。そうなの？音楽に合わせてカキカキカキってやるんですけど、私たちの民謡に合わせて一緒にやりました。だから持ってるの弾くの、あの線抜きうちのアウトでオープンでやる。アキアコアで混んでて、あれがじゃあ何十名もいて音楽になる。なります。だったら沖縄でもやればいいのに。本当に持って帰り楽しいですよ。沖縄には三振の日があるからね。持って帰りたい。あるよね。あるよって言われて、スコップは沖縄にあるよって言われてます。確かにと思って。あるよ、いっぱいある。スコップはでもまだ買ってないんですけど、人権者が働いたんですけど、興味がないわけだな。はい、さあということで、ゆいちかさんライブをお届けしました。皆さん、大きな拍手よろしくお願いします。ありがとうございました。さあ、森倉さんで月下賞金青森県フェアスペシャルということで、イオン早丸店1階イベント広場から公開生放送でお送りしております。